コムエア5191便離陸失敗事故とは2006年8月27日にアメリカ合衆国で発生した航空事故である。ブルーグラス空港からハーツフィールド・ジャクソン・アトランタ国際空港へ向かっていたコムエア5191便が離陸に失敗し乗員乗客50人中49人が死亡した。5191便は滑走路22からの離陸を 許可されたが、パイロットは誤って滑走路26からの離陸を行った。滑走路26は CRJ-100 が安全に、離陸するのには短すぎたため、機体は浮遊する前に滑走路をオーバーアランした。事故時に操縦していたのは副操縦士で、彼は事故の唯一の生存者だった。国家運輸安全委員会は、 最終報告書で事故の原因がパイロットエラーである可能性が高いと述べた。同型機の CRJ-100ER 事故機のボンバルディア CRJ-100ER は製造番号7472として2001年にカナダで製造された。同年1月30日にコムエアに納入され、総飛行時間は12048時間。 14,536サイクルを経験していた。離陸時の重量及び重心は許容範囲内に収まっていた。機長は35歳の男性だった。総飛行時間は4,710時間で、CRJ-100 では3,082時間の経験があり、そのうち1,567時間が機長としての乗務だった。2004年1月14日に、 CL-65 での飛行資格を得ており、直近の飛行検査は2006年5月12日に行われていた。この時の検査でのスコアは3、4で標準的なスコアであったと検査官を務めたパイロットは述べた。2006年8月25日と26日に機長と6回の飛行を行ったパイロットは、機長の性格について話しやすく、 クルーリーソースマネジメントに基づく良い雰囲気づくりを行っていたと証言した。また、2006年8月上旬に機長と乗務した別のパイロットは、機長は標準的な手順に従って適切なタイミングでチェックリストを実行していたと話した。2004年9月以降、機長はブルーグラス空港から6回の離着陸を行っていた。副操縦士は44歳の男性だった。 総飛行時間は6564時間で、そのうち940時間が機長としての乗務で、CRJ-100 では3564時間の経験があった。副操縦士は1997年3月に、ガルフストリーム、インターナショナル航空に入社し、ビーチクラフト1900の機長及び、シミュレーター訓練のインストラクターとして勤務していた。副操縦士として、 コムエアーに雇用されたのは2002年3月で、勤務は主にジョンカイケネディ国際空港を中心とするものだった。2004年9月以降、副操縦士はブルーグラス空港から12回の離着陸を行っていた。2005年11月3日に CL-65 での飛行資格を得ており、直近の飛行検査は2006年4月6日に行われていた。検査官を務めた機長は、 検査では特に目立った問題はなかったと証言した。2006年8月25日に乗務を行った機長は副操縦士は飛行中の状況をよく認識していたと話した。また2006年8月9日から13日に海の飛行を行った機長は副操縦士が良い CRM をしており状況認識も適切でステライルコックピットルールなどの規則も守っていたと。 述べた。基調、副操縦士のどちらともに医療面や生活面での問題は見られなかった。また、二人についての聞き取りで操縦やコミュニケーションに問題があったという否定的な証言はなかった。事故機の客席数は50席で、事故時には47人の乗客が登場していた。乗客の多くは、歴ントン在住のアメリカ人だった。この中には、前日に結婚し、 新婚旅行でカリフォルニアを旅行していた若いカップルが含まれていた。事故により乗客47人全員と機長、客室乗務員の合計49人が死亡し、副操縦士のみが生還した。2006年8月29日、コムウェアは搭乗者のリストを公開した。唯一の生存者である副操縦士は、複数箇所の骨折、卑怯、 大量出血などの怪我を負っていた。彼は手術により左足を切断することとなった。また事故により脳に損傷を負っており、医師はこれにより事故前後の記憶を失っていると診断した。2012年5月時点で副操縦士は車椅子を使用していた。ブルーグラス空港を上空から映した写真赤の矢印が滑走路26へ向かった事故機の経路。 矢印の末端がおおよそ最終的に機体が停止した地点青の矢印が滑走路22から離陸する場合の経路 X は閉鎖されていた誘導路 EDT6 時2分17秒5191便は滑走路へのタキシングを開始した事故当時はまだ夜が明けておらず辺りは暗かったコックピットボイスレコーダーの記録によれば 5191便は7003フィートの長さがある滑走路22からの離陸許可を得ていた。これに対して機長は滑走路22と返答した。事故当時、ブルーグラス空港では滑走路安全区域の工事が行われていたため、誘導路1本が使用不能となっており、タキシングの経路が変更されていた。パイロットは経路を誤り、 3500フィートの長さの滑走路26へ生体し、副操縦士が離陸滑走を開始した。事故機の推定離陸重量は49,087ポンドであった。製造元のボンバルディアの計算によれば、離陸速度は138ノットで3744フィートの滑走距離が必要だった。100ノット付近まで加速したとき、副操縦士は 照明がついてないのは、おかしいと滑走路の照明が点灯していないことを指摘した。機長はこれに対して、アート返答したが、離陸中止などについては検討しなかった。6時6分31秒、機体が131ノットまで加速した時に、機長は、V1、ローテート、うわと発言した。しかし、フライトデータレコーダーの記録によれば、 機長が V1 とローテートをコールした時点では、機体はまだ離陸速度に達していなかった。操縦艦が限界位置まで引かれたが機体は離陸せず、滑走路をオーバーアランした。5191便は、滑走道端から265フィート離れた場所に、あった森土に衝突し、20フィートほど浮遊した。6時6分36秒。 機体は滑走路の900フィート先にある木々に衝突し、大破しながら停止した。搭乗者のほとんどは衝撃により即死した。また、事故により火災が発生し、機体の大部分が消失した。コックピットの残骸事故現場の全容国家運輸安全委員会が事故調査を行った。2007年1月17日、NTSB は、 CVR 記録を含む複数の報告書を公表した。同年7月、コムエアのフライトインストラクターはパイロットたちがステライルコックピットルールに従わなかったため事故が起きたと述べた。7月26日、NTSB は理事会で一家のことを述べた。NTSB はパイロットがタッチシング中に 時期の位置を認識できず正しい滑走路にいるかどうかなどのクロスチェックを怠ったことがこの事故の推定原因である。また事故の要因としてタキシング中にパイロットが飛行と関係ない話をしていたことや連邦航空局が滑走路を横断する際に特定の管制官が許可を与えるよう要求していなかったことを挙げた。これらの要因によりパイロットは 時期の走行位置に関する状況認識を喪失した。調査の過程で連邦航空局はブルーグラス空港の管制官が規定違反を行っていたことを発見した。規則では夜間業務を行う際には最低二人の管制官を勤務させることとなっていた。しかし事故当時は一人しか管制等にいなかった。二千六年八月三十日 FAA は歴ントンと 同程度の規模があるすべての空港の管制塔に二人以上の管制塔を常駐させると発表した。事故後、コムエアのパイロット全員の持つブリューグラス空港の見取り図が工事前のもので、工事による変更点などが示されていなかったことが判明した。しかし NTSB は、このことは事故に寄与しなかったとした。空港の工事は、事故現場や証拠の保全のため、 一時的に中断された。2007年4月、NTSB は4つの安全勧告を発令した。これには管制官の疲労に関することや航空機に対して管制業務を行っている際に、その他の仕事をしないことなどが求められた。同月、FAA は滑走路のホールド位置に着く前に、パイロットが時期の位置を確認するよう求める安全勧告を発令した。また、 翌5月に FAA は夜間の滑走路照明に関するガイダンスをパイロットに対して行う必要があると述べた。ケンタッキー大学樹木園に建てられた記念碑2006年8月31日、レキシントンオペラハウスで追悼式が行われた。また、ケンタッキー大学樹木園に記念碑が建設された。2012年5月、副操縦士は空港。 および滑走路という道路の照明を設計した業者を訴えた。一方、乗客の遺族のうち21人が副操縦士に対して訴訟を起こした。副操縦士の弁護士であるウィリアム・ E ・ジョンソンは乗客側の器用過失について指摘した。このことについて原告側の弁護士であるデイビッド・ロイズが聞くと、ジョンソンはブルーグラス空港の滑走路を改善することの 必要性について多くのマスコミが報道しており、危険な状態に気づけたはずだと述べた。ジョンソンが器用化室について指摘した時点で、彼はまだ服装重視と面会しておらず、事故原因も特定されていなかった。ロイズはこの指摘を批判し、ジョンソンは詳細に調査した結果、これは適切な弁解ではなかったと言い,い、この主張を撤回すると述べた。コムエアは、 デルタ航空の子会社であったため、責任を負うか否か議論された。2008年7月、合衆国地方裁判所のカール・スピルマン・フォレスターは、コムエアが独自のポリシーに従い、管理などを行っていたことから、デルタ航空に責任はないとした。翌年12月、フォレスターはこの事故の原因は、コムエアのパイロットの過失によるものであると判決を下した。 2009年3月、ブルーグラス空港の滑走路8-26は閉鎖された。翌年8月4日、長さが4000フィートの滑走路9-27がブルーグラス空港に新設された。なお、この滑走路は滑走路22とは接続されていない。事故により犠牲となった乗客47人中45人の遺族がコムエアを訴えた。コムエアが 空港当局と FAA に対して起こし訴訟は、それぞれが保証金を共有するべきとされた。また、空港当局に対する訴訟は、主権免除を理由に却下された。この判決は、ケンタッキー州最高裁判所も指示した。コムエアがアメリカ合衆国に対して起こした訴訟では、事故の責任の22%をアメリカ合衆国が、 78%をコムエアーが担うことで和解した。2009年12月7日、コムエアーに対して犠牲者のブライアンウッドワードの遺族に対して710万ドルの保証的損害賠償の支払いを命ずる判決が下された。この判決を不服としたコムエアーは再審を求めたが2010年4月2日に棄却された。ウッドワードの訴訟は エイベール V コメアとして知られており、懲罰的損害賠償裁判が2010年7月19日に行われた。ブルーグラス空港では同様の事故が、事故の前後にも発生していた。ありがとうございます。